ああ降りてきました来ましたかじゃあ私行ってきますわおお願いしますお願いしますじゃあゆいちゃんで、シチュエーションはなんかそのお家お家で、で、主人公を呼んで一緒にご飯を食べてるシーンですうわーよい <laughs> じゃあ、行きます <music> ああ喜んでもらえてよかった このね、里芋の煮っころがし、本当に頑張って作ったの、嬉しいな。これからも、何十年先もずっとずっと、あなたに食べてほしいな。はい。っていう。遠回しのプロポーズがございました。はあ。さて、きです。まずい、まずい、非常にまずい。里芋の煮っころがしというとこがいいです でもなんかゆいちゃんはね家庭的な子なのでそうやっぱこうご飯を食べてでこ,のこの味をなんかあなたにずっと食べてほしいなっていうのを家庭の味にしたいなみたいなのをなんかこうゆいちゃんっぽく言ったらどうなるかなって思いましてはいちょっとぶつけてみました。